今回は3月25日から31日までの光明新聞市場より主なニュースをピックアップしてお伝えいたします。今回の項目は、太田代表と浜四代表代行が都内で開かれたユニバーサル社会の実現を目指すシンポジウムに出席、太田代表がベトナムのニャン副首相と懇談、太田代表の定例記者会見、新交通システム、舎人ライナー開業式典に太田代表が出席。以上の内容でお伝えいたします。最初は25日の記事です。年齢や性別、障害の有無などに関わりなく、誰もが個性や能力を発揮し、共に支え合うことができる社会のことをユニバーサル社会と呼んでいますが、太田代表と浜四代表代行は24日、このユニバーサル社会の実現を目指すシンポジウムに出席しました。ユニバーサル社会の実現を目指すシンポジウムが、講演理事長をお迎えし、単に差別ということを超えて、あらゆる人が生き生きと、のびのびと、そして高中奈美さんのように元気で。この日、来賓として挨拶に立った太田代表は、人間の生命は皆平等であり、無限の可能性がある。それを大きく開花できる社会にしなければならないと述べ、すべての人が生き生きと元気に参画できる社会づくりに全力で取り組むと訴えました。またディスカッションに参加した浜四代行は、どんなハンディがあっても幸せに生きられる社会こそが品格の高い国であり、人道国家といえる。日本はまだそういう社会とは言えないが、理想を掲げて法律を作れば現実は後からついてくると語りました。さらに浜四代行は、これまでは障害者が社会に合わせてきたが、これからは社会が障害者に合わせ、皆が共に生きていく社会に変えていきたい。そのための基本法の骨子案をまとめた。一日も早くユニバーサル社会の基本法を成立させたいと決意を語りました。続いては26日の記事です。太田代表は25日、ベトナムのグエン・ティエン・ニャン副首相兼教育訓練大臣の表敬を受け、懇談を行いました。日本とベトナムの両政府がこの日に交わした日本語教育や日本留学での博士号取得などを促進する教育分野の協力について、懇談の席上、太田代表は、公明党としても教育を中心とした連携の強化に努めていきたいと強調しました。また両国の間で経済関係や人的交流が大きく進んでいると指摘、さらにベトナムが高速道路と高速鉄道、情報通信施設建設の三大事業を進めていることに触れ、日本も大いに力を出していきたいと述べました。ニャン副首相は、ベトナム国内で日本語教育が進んでいることを紹介し、今後ともベトナムの発展のために力をお借りしたいと述べました。次は29日の記事です。太田代表は28日、国会内で定例の記者会見を行い、道路特定財源問題などについて見解を述べました。昨日、4時から総理が、新たな提案をされました。大変踏み込んだ画期的な提案であるということを私は高く評価し、会見の冒頭、太田代表は、福田総理が27日に発表した道路特定財源に関する新提案などについて、大変踏み込んだ画期的な提案だと高く評価し、我が党としても実現できるように努力したいと訴えました。また3月末に期限が切れる道路特定財源以外の租税特別措置の期限を4月末まで延長するとの与党提案については、
少しでも国民生活に混乱を生じさせないようにするためのものだと強調しました。その一方、太田代表は年度末まで時間がないというが、まだ数日ある、総理の大胆な提案が実現し混乱がない状況になることを大いに期待していると述べ、与野党の合意を最後まで諦めない姿勢を強調しました。最後は30日の記事です。太田代表は29日東京都荒川区内で行われた日暮里・舎人ライナー開業記念式典に出席しました。公明党が早期開通に取り組んできたこの日暮里・舎人ライナーは、荒川区の JR と京成の日暮里駅と足立区北西部の江北・舎人地域を結ぶ全長 9.7km の新交通システムです。これまで江北・舎人地域から最寄りの JR の駅へは乗り合いバスでおよそ1時間もかかっていましたが、舎人ライナーの開通でアクセス時間がおよそ20分、これまでの3分の1程度に短縮されました。太田代表は、交通の便が悪かったこの地域にとって開通は30年越しの念願だった、地域の発展が進んでほしいと述べました。以上、公明ニュースでした。